じゃん、皆さんこんにちは。今日の電気予報を始めます。今日は電検さん出とる理論編の交流回路オブティユーの三層交流入りました。じゃあ三層交流の表し方について見ていきたいと思います。イエーイ。はい、ということでですね、はい、順調に理論編も進んでおりまして、交流会のね、終わったんですね。ということでですね、はい、ガルちゃんね、ほんと物落とすな、撮影中に物落とすな、ほんとやめてほしいんですけどね。はい、ということでですね、はい、順調に理論編進んでます。で、交流会の終わりまして、三層交流入りました。で、三層交流っていうのはですね、皆さん、ある程度のね、電圧だったり規模があるところはですね、なんと三層交流で電気運ばれてきてるんですよ。その辺にあるオフィスビルとかね、工場とかね、まあ、高圧と呼ばれるものは全て。で、低圧に関してもね、三層交流ね、動力を使っているところはね、あると思うんですけれども、な感じで、まあ、超重要なんですよ。って感じでやってます。で、なんとね、この理論編で2冊あるんですけれども、これは、あれですよ、私、今日はね、こっちの、iPad で見てるんでね、これだけね、持ち歩けばね、大丈夫です。ちょっと出張の時とかもね、これだけ。なんならね、この iPad もちょっと古くて大きいんで、これだけでもね、大丈夫です。このスマホだけでも平気です。動画も見れるし、テキストも見れるし、っていうような感じでね、はい、こんな感じで私はやってるんですけど、まあ家でね、ゴロゴロちょっとお昼寝しながら見るときは、ゴロゴロ昼寝しながら勉強してるって言っちゃった。はい、そうなんです。まあ、そういうこともあるんですけどね。でも動画だとスーッと入ってくる。これ見てるんですけど、この、このサットさんの教材ね、2本あるんですけど、これ1本ね、もうすぐ終わるんですよ。はい。三層交流で終わりです。で、その後ね、ちらっと見たらね、空論力とかね、検電器とか、いろいろ入ってきてたんですけどね。っていう感じで、はい、やってますんで、はい、理論をね、制すればね、電検制するっていう声も聞いてるんでね、はい、やってます。まあ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 ね、前向きにやっていこうと思いますって感じで、今日もですね、はい、やっていきたいと思います。で、三層交流ということでですね、皆さんの電気はですね、電柱を見てもらうといいと思うんですけど、なぜか電線があって、電線がね3本こうやって来てると思うんですよ。それはね、おそらくね、三層交流だからでして、はい、3本来てるんですね。はい、というような感じになってます。じゃあそれをね、表すんですけれども、日本の電気、大体三層交流なんでしょうね。で、これじゃあ、はい、もう交流が3本になったって思えばいいんですよ。とりあえずさって思えばいいんです。まあ難しいこともあるかもしれないですけど、はい、交流回路をもうほんといじくるだけです。はい、って考えたらもう簡単でしょ、できる気がしてきたでしょ、あなたならできる、はい、っていう感じですね。はい、これを見てください。そしてなんとですね、秘伝の覚え技というかですね、もうこれやれば絶対できるっていうのを私考えましたから、皆さんのために。はい、って感じですね。はい、で、これもよくあるね、このグラフ見ていただくと、こっちが、はい、時間軸でね、進んでいくんですね。で、こんな感じで大きさありまして、これ電圧ね、電圧を表したものなんですけど、この1層目、黒。で、2層目、は赤、クリスマスカラーにしましたからね、黒、赤、緑でね、はい、で赤3分の2パイ遅れるんですね。はい、で注意なのが、こっちは遅れるんですよ。時間はこうやって流れてますから、こっちに来れば来るほど遅刻って感じ、あーななちゃん遅刻みたいな感じですね。だからこっちからスタートしてるんで3分の2パイ遅れてるんですね。ってことは3分の2パイ遅れてるんですね。はい、で、3本目。はい、緑。クリスマスカラーだからね。というと、はい、どこからスタートしてる？はい、ここからですね。あと、3分の4倍遅れてるわけですね。はい。で、綺麗にね、3分の2倍ずつね、遅れてる。これが三層交流なんです。わかったでしょ？わかったでしょ？はい、もうこれでわかったでしょ？これが三層交流の真髄です。はい。っていう感じになるんですね。じゃあこれをですね、いつも通りのベクトルのグラフ、式で表してみると、もうこれめっちゃ簡単。ただ3分の2倍ずつずらしただけなんですね。これで、ね、見てほしいんですけど、まあこんな感じなんですよ。ここ、ずーっとここ120、120、120ってなってるような感じなんですね。で、こっちが、にゃにゃにゃん、こっち、ここにね、猫が走るイメージですからね。はい、ここ。ここにニャ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 ってオメガ、はい、猫が走るイメージなんですけど、こっちからスタートしてますね、逆走ですから遅れてるんです。120度、遅れってことで120度ずつ綺麗に違うんです。で、皆さんこれ何
見えますか？そうです。三ツ矢サイダーですよ。三ツ矢サイダーってことで、三ツ矢サイダー飲んでベクトル書こうって感じで、ほら、覚えたでしょ？三ツ矢サイダーで覚えたでしょ？三層香料は三ツ矢サイダーですよ。って感じで、なんとさらにね、埼玉県民の方いらっしゃるかわかんないですけど、ウラーレットダイヤモンドですよ。ウラーレットダイヤモンド3つの赤いダイヤモンドですよっていうのが三層香料になってますんでね、安心して覚えてください。覚えたでしょ。秘伝その1だ。秘伝その2も今日用意してるんで、めちゃくちゃ今日はいいですよ。はい、じゃあこれ式ね、はい、戻りますけど、そうすると、はい、ルート、じゃあ EA、黒いのはルート2、E、3位、オメガ T。これ大丈夫ですよね。これ大丈夫ないって方はですね、ぜひね、氷回路のね、方ね、戻ってね、もう一回見ていただきたい。そして、なんと、見ながらですね、コメント3件ぐらい書いて、いいねいっぱい押しまくってください。はい、っていうことなんですね。はい、ルート2っていうの、これ最大値です。このサインオメガ T の前にあるものは最大値になりまして、普通の、E って書くと、これ実行値ですね。ありましたね、実行値、平均値、最大値で、大体は実行値で表すんですよ、普通は。ですからこれ最大値にしなきゃいけませんので、ルート2かけます。はい、実行値かけるルート2っていうのがですね、最大値ですからね、これもね、しっかり覚えておいてください。で、数字に直すと大体 1.141 倍。人よ人よです。人よ人よ、なんとかかんとかその先は知りません。はい、いいです。必要必要まで大丈夫ですって感じで、ルートに E、サインオメガ T ですね。じゃあこの EB と EC、 これは3分の2倍ずつ遅れてますから、遅れる場合はルートに E、サインオメガ T マイナス3分の2倍で、こっちの EC に関してはマイナス3分の4倍。ただそれだけで、遅れるときはマイナスですからね。はい、っていうのを覚えておいてください。じゃん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 、さらにもう一個新しいの出てきたんです。なんかね、こんな表し方もできるんですね。はい、EA っていうのは E0 度みたいなね、こんな感じで角度を書くってこともできるみたいですね。はい、E はね、位相ずれてません、0度ですから、0度。で、まあなんかこっち遅れてるのは、やっぱこれはマイナス3ですね。マイナス3分の2倍、マイナス3分の4倍。こんな感じの大文字で表すこともできるみたいです。はい、っていう感じですね。いや、もうこれでね、三ツ矢サイダーで全て解決しましたね。すごいですね、三ツ矢サイダー。まあ私はね、ダイエットゼロコーラ好きなんですけどね。はい、それは関係ないので次行きたいと思います。っていうような感じでですね、この三層香料というのはですね、120、120、120ずれてまして、全部を出すとですね、なんとベクトルゼロになるんですね。はい、足せますか？じゃあ、足せましょうか。はい。で、この三ツ矢サイダーいじります。全部を足す。同じですからね、大きさはね。ほら、最大値みんな一緒でしょ？だから、ベクトルの大きさ一緒です。じゃあ、EA に EB 足しますね。EB 足すと、これ、平行四辺形にすればいいわけですからね。うん。平行四辺形に。だから、ここ、この大きさ、この EA の先っちょ、ここスタート地点ですね。から EA 行って EB、同じ大きさ足して、じゃあ同じ大きさですからね。EC、EB、あ、間違えた。EB が2つある。こっちが EC だ。はい。EC 足して EB 足すと、ここに戻ってきた。ゼロになったんですね。で、これよく見るとですね。はい。こういって、ここ120度ってわけなんですよ。で、こう来て、ここ。ここが120度ってことは、ここ120ってことは、こっち60度なんですよね。ってなると、綺麗な正三角形になるわけです。はい。で、長さ一緒でここ60度って言ったらもう正三角形しかないんですね。ってなると、正三角形ができてですね、綺麗に真ん中に戻ってくるんですね。ってなるとですね、はい。これ、もう、ゼロなんですよ。3つベクトル足すと。三ツ矢サイダー足すとゼロになります。まあ、口の中入れて炭酸が弾けてなくなるみたいなイメージでいいと思うんですね。はい。ってような感じになるんです。いやー、非常にわかりやすい。綺麗なベクトルでよかった。って感じですね。はい。では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 、三層香料、実際電気が送られてくる形式というものを見てみましょう。はい。じゃーん、こんな感じです。はい。基本はですね、三層ありますんで、ですから、普通の、直列回路、並列回路というよりは、やっぱりこのね、デルタスター回路みたいなものがね、出てくるんじゃないでしょうかね。電源
が3つあって負荷も3つあるみたいなね、まあそんなイメージなんですよ。はい。で、これは覚えてますね。はい、スター血栓、まあ Y 血栓ですね。はい、スター血栓。はい。で、こっちはデルタ血栓、デルタ血栓みたいなね感じでね、はい、覚えてもらえればと思います。で、なんとなくですよ、なんとなくこのスター血栓の方が細いスリムなイメージありませんかね、わかんないけど。で、こっちの方がね、はい、中が広くて太ってるイメージがあると思うんで、まあそういう風に思っててください。もういいの、そうやって思う、そうやって思って、そうやって思って、はい。で、こんな感じでね、はい、スター血栓ありますけれども、あ、こっちね、すいませんね、これ電、これ電圧ですね、電圧、これ電源、電源がね、3つあるんです。で、この大体ね、書き方としてはもう左に電源があって右に負荷があるっていうような感じなんですね。こうやって書かれてるんですね。で、ここがね、まあ入れ子の場合もありますよ。 Y 血栓からデルタ血栓の場合もあるし、この、これですね、はい、こっち、デルタ血栓から Y 血栓もあるし、あとちなみにね、 V 血栓の場合もね、あるわけですね。はい、V 血栓出てきたっけ？ V 血栓はまだ出てきて、あ、これからね、 V 血栓みたいなものもね、出てくるんですね。はい、っていうような場合もあります。はい、で、そんな感じになるんです。で、基本はですね、まあ、ここずれてたら負荷側をですね、同じ形に直すっていうような形になるみたいですね。はい、池田先生が言ってた、負荷側を直す方が圧倒的に簡単なので、そうしてくださいってことだったので、素直に従おうと思います。はい、でですね、はい、これ見ていただくと、これね、いろいろ名前がついてんです。電圧とか電流のね。で、それをね、まあまあ覚えるってまでもないです。価格でわかるかと思います。はい、で、こうやって、じゃあこっちのね、スター血栓からいきます。電源3つあるんですね。で、それぞれね、中から外に向かって方向に電圧、切れ圧がかかってるとしますね。 EA、EB、EC、 ちょっとベクトルをね、考えてくださいね、いつもに関して。で、こうやって反対側のね、負荷に行くときに、それぞれの方がね、つながってるわけですね、こうやって。で、そうなったときに、ここね、見てください。じゃあこの線管電圧っていうのがある。あ、でね、この各層の方は層電圧っていうんです。で、線と線の間は線管電圧っていうね、そのままでしょ、ネーミングセンス、わかりやすい名前でしょ。で、もう覚えるまでもないもん、もうそういうもんです。はい、で、じゃあこの EA と EB のとこにね、注目してみて、これら、じゃあここ電圧ありますね、起電圧。で、ちなみにこれ E っていうのは起電圧ですね。で、ここのね、線管電圧、この EA と EB からつながってる線と線の間の線管電圧、 VAB で書いてます。 VAB で書いてるんですけど、 V ですね、 E じゃないですね。何かというと、 V っていうのは電圧効果とかね、電位の差っていうのを表してるわけですね。どっちも同じ電圧なんですけど、 E っていうのは切れ圧、つまり電源です。で、 V っていうのは電圧効果ですっていう感じでね、まあ分かれてるみたいですね。はい、じゃあね、それをまた注目するんですけど、この VAB っていうのありますね。このね、電圧に関しまして、これね、大きさがね、あるんですよ。はい、で、このね、スター血栓に関しましてはですね、これ電圧っていうのが実は違いまして、この総電圧、線管電圧違うんですね。で、これね、結論からとりあえず言っちゃいます。でも大丈夫、ちゃんと後でね、これ本当に皆さんのためにね、これで覚えられるっていうのを私考えましたから。はい、結論から言っちゃいますと、スター血栓に関しては、この電圧っていうのがですね、はい、総電圧の、じゃあここに書こう、 VAB は総電圧、VAB に限らないわけです。線管、他のにも言えるんですね。EB、EC、で、VBC、VCA、全部に関して言うんですね。線管電圧っていうのは、総電圧のルート3倍なんですよ。ぴよん。スター血栓に関してはですね。はい。電圧が、こう、ルート3倍なんです。ただね、これね、このスター血栓に関しては電流はね、一緒なんで、線電流っていうのは総電流は線電流と一緒なんです、スター血栓に関しては。はい、じゃあ今度ちょっとね、このデルタ血栓いきましょう。今度電流に着目しますね。で、今度デルタに関してはね、さっき言っちゃうと電圧一緒なんです。この総電圧と線管電圧ね、一緒なんです。まあよく見てもらうと、
まあ、ここじゃあ I、ここの電圧ね EA っていうのがあるとするんですね。そうするとここね、まあ、一緒なんですよね、要はね、はい、っていう感じで電圧は一緒なんですけど、このスタ、デルタデルタに関してはですね、電流が違います。もうこれ勘のいい方は気づいてるかもしれないですけどね、こんな感じでありまして、まあ、この1個はこう入っていくわけですね。で1個逆向きだったりするんですね。でこの IAB と IA に関して見てみるとどうなのかなって感じなんですけど、まあ、簡単に言うとですね、これもねルート3倍なんですよ。はい、デルタデルタに関してはこの送電流っていうののルート3倍が線電流なんですね。はい、こっちがルート3、あ、そんな感じでですね、なんとね、Y 結線とデルタ結線はですね電圧と電流違うんですね。はい、っていうような感じになります。じゃあじゃあじゃあ、これ何、急にルート3って言ってどうなってんのって感じだと思うんですね。大丈夫、これからちょっとやりますから。じゃあちょっとこっち消しますね。はい、ということでですね、じゃあなぜルート3倍になるかっていうところをね見ていきたいと思います。の前にもう一回ちょっとね整理しておきたいと思います。これね、まあね、理論を知っといてほしいと思うんですけれども、まあ結論分かってれば解けちゃうかなって思うので、そこは確実に覚えましょうって感じで、はい。でもう一回、スタースター結成の場合は、送電流と線電流は一緒です。で電流なんか繋がってるから、電流この切り表札で入るとこと出るとこ一緒っていうので、こことここ一緒だから一緒っていうのはなんとなくわかりますね。ですから、スタースター結線は電流一緒、電圧は送電圧のルート3倍が線間電圧ですね。で、そしたらもうデルタは逆です。電圧一緒、電流は送電流かけるルート3っていうのが線電流になる。 OK ですね。はい、じゃあそれをなぜかちょっとベクトルで見ていきたいと思います。これはね、いいよ。はい、じゃあまずはこのスタースタースからですね。じゃあまずはね、このそれぞれね、はい、EABECを先ほどの、レッドダイヤモンドでね書いてみたいと思うんですね。はいはい、私はですね埼玉出身なんですね。ですから浦和レッズだったんですよ。はい、あ、私浦和の高校だったんで、あのオルミアレディじゃなくて浦和レッズだったんですね。はい、私サッカー部ですからね、高校の時は。はい、ですからやっぱ浦和レッズすごいね応援しててですね、浦和レッズに入れるといいなって思ってたんですね、高校の時は。実はでも結構難しくてですね、夢砕けりっていうような感じなんですけど、今でもねサッカーはやってます。フットサルが好きでね、フットサルやってるんですけど、ね、いい運動になりますからね。はい、っていう感じで、はい、レッドダイヤモンド書きました。黒ですけど。はい、って感じですね。で、こんな感じでですね、はい、先ほどあった通り、2分の3倍だよね。あ、3分の2倍だね。はい、3分の2倍ずつね、こうずれてるわけですね。EABEC って感じでね。はい、じゃあ、それを、じゃあ、この、VAB っていうのをね、じゃあまず表してみたいと思うんですけど、VAB っていうのは、これ見ていただくと、EA は素直な方向ですね。EB をどうにか引くするんですけど、EB は逆向きなんです。EA と EB 足すんですよ。VAB は要は。なんですけど、EB は逆向きなんで、これマイナスの符号なんですね。はい。って感じになります。はい。VAB っていうのは、EA 引く EB ですね。マイナス向きなんで。じゃあそれどういうことかっていうのをちょっとこれで見てみますね。じゃあいきますよ、見ててくださいね。ありのままの姿見せのよ。で、これマイナス EA 足すマイナス EB、 じゃあマイナス EB いきます。ありのこれ EB からね、マイナス向きですね。はい、全く同じ大きさのマイナス向き。はい、マイナス EB 見せるのよ。で、これを EA と EB 足します。はい、ここ足します。で、ここずつこんな感じですね。はい、ってなると、なんとありのままの私になるので、こうやって EA 足すマイナス EB を足すと VAB になったわ。ほら、できたできたでしょ、ほら。そうなんですよ。
はい、って感じなんですね。はい、でじゃあこれが結局足したらできましたね。はい、EA とマイナス EB、マイナス EB 足したら VAB になったんですね。じゃあこの大きさについてなんですけれども、これね、さっきね、ここに正三角形ができたのを思い出してほしいんですね。はい、ここのとこに正三角形ができてます。ここ60度30度っていうと、もうこれはですね、1対2対ルート3なんです。1対2対ルート3ですね。はい、じゃあ今この単位面で相当してるんで、2が1になってますね。ってことは2分の1ですね。じゃあここの長さは2分のルート3です。あ、比はじゃあ丸にしときってことで、1対2対ルート3で、ここは今2分のルート3ね。それがもう一個ここにあるわけですよ、同じ正三角形ですから。2分のルート3 2倍するとなんと VAB の大きさ、ここはルート3なんですね。って感じで、はい、 EA1 に対して VAB ルート3っていうのが分かりました。はい、穴ゆきでもできましたね。このベクトリー穴ゆきで書けるからね、大丈夫。だから試験中に本当にね、困っちゃって、ああベクトリー書けないなって思ったら穴ゆきを思い出してください。そしたら、あ、レッドダイヤモンドを書いて穴ゆきを思い出してください。そしたらもう書けますから。はい、ルート3倍だっていうの分かりますからね。はい、って感じになります。さらにこれ角度も分かっちゃう。はい、なんとですね、EA に対して VAB っていうのは、これ30度進んでるんですって感じになります。ただ30度進んでるって丸暗記するとですね、じゃあこの VAB だったら分かるんですけど、じゃあこっちはこっちはみたいになっちゃうんで、もうこの理論、これが書ければ大丈夫ってことです。これね、池田先生も言ってました、これ書けるようにしてくださいって。では私はどうやって書こうか悩んだんです。そこで穴行きだったんですね。はい、でこれ他のもね、同じようにこれマイナスの方向に持ってったのと足し合わせるとですね、まあ書けるわけですよ。はい、まあこんな感じでね、はい、まあこの真ん中、まあこんな感じで平行四辺形ができるわけですね。はい、となると今度こっちかな。はい、こっちか、 EC とマイナス、こんな感じですね。はい、ってなると、これはマイ EC 足すマイナス EA ってやつは VCA か、これは VCA と、これは VBC って感じになるんですね。はい、ほら、しかもなんか雪の結晶みたいでしょって感じでね、できるわけですね。はい、ってなるとですね、なんとこっちの、デルタデルタ結線に関してもね、同じことが言えるんです。今度は、電流のベクトルを書くんですね。でもう一回、書くんですけど、ちょっとこの辺消しますね、かぶっちゃうんで。はい、じゃあ今度はですね、はい、電流のベクトルを書いてみましょう。で、電圧が3分の1、3分の1、3分の3分の1、120、120、120、ずれるってことはね、電流もね、はい、ずれるわけなんですね。じゃあ、はい、これも一緒です。IAB。これも、ね、レッドダイヤモンドですからね。ICA。レッドダイヤモンド、裏列のね、強敵の方いたらね、多分これ賛同できないと思うんです。裏は三ツ矢サイヤで覚えていただければ大丈夫です。はい。はい、って感じで書きました。これね、送電流をね、それぞれ書いたわけですね。電源側の電流を書きました。では、このそこから、線管電流、違います。送電流から線電流を求めるんですけれども、じゃあ、IA を求めてみましょう。こっちに、戻りましてですね。じゃあ、この IA っていうのはですね、どういう風になってるかっていうと、IA は、まあ、こういう電流があるのと、まあ、こっちはこっち向きの電流、IAB が入ってきて、ICA は出てってますんで、マイナスですね。はい、なんかさっきと同じような流れになりましたね。IAB、引く、ICA はマイナスなのでね、っていうようなのがこうやって出たり入ったりしてるのが IA になるんです。じゃあこれをね、また同じ感じのベクトルで、合算しますね。はい、せーの、ありのままの
で、これキラキラ書くんですね。はい。歌いながら書いてくださいね。コツは楽しく歌いながら書くことですからね。IAB とマイナス ICA、マイナス ICA を足します。こう言ってこれを足すと。そうするとここになるんで。さあ、ずるうになるの。できた、怖くない、なんか知らない間にできた。はい、アイエができましたって感じですね。というともさっきのと同じなんです。ここにですね IAB の方が来てまして、マイナス ICA 来ますね、同じ大きさで。そうするとですね、またここ60度の正三角形が2つくっついた C 型ができるんですね。の先端が IA なので、これ真ん中はね、先ほどと同じ出し方でルート3倍なんです。 IAB のルート3倍なんです、 IA は。って感じで、はい、この電流、スタスタキスに関してはですね、電流が、総電流のルート3倍が線電流になるっていうことが分かったかと思います。はーい、できましたね。こうやってね、ベクトルがね、書けるようになればね、OK ですからね、これはね。はい、というような感じでね、しっかりね、まずはこのベクトルをね、書くとこから始めてみてください。で、三つ葉サイダーを書いて、案内受けを歌いながら書くっていうのでね、はい、試験会場でね、実際に歌い出しちゃうとね、多分つまみ出されるんで、それは気をつけてください。頭の中で歌うようにしてください。はい、ということで今日は三層交流の表し方についてお伝えしました。今日の電気予報にします。皆さん今日もいってらっしゃい。あなたならできるよ。